ステップ4、サポートノード。まずは、クリエーションとメジャーメントなんですね。それが、えっと、エンタングルメント作成と,と測定すること。まずは、一番最初に説明したいノードの種類なんですが、これが、エンタングルフォトンペアーソース。でこれが、アイコンとしてはこういうふうになるんですが、2つの丸があって、それが重なっているでしょう。で、物理層には、 自発的パラメトリック化法変換に使うと,と、まあ物理的にはそういう形になりますから、これが覚えやすいと思います。で、これが Entanglement Factory、Entanglement 工場とかに使えるのなんですが、インターフェースと,と左右も,もあって、そして、先っきの説明した通りには SPDC、その自発的パラメトリック化法変換を使うことかもしれませんが、他の種類もあるかもしれません。 そして、これが、まずは2つの格子、エンタイングルの状態を物理層で作ることなんですが、その2つの格子はファイバーにつながることで、1つは左に行って、1つは右に行くでしょう。そして、これが効率は低いかもしれませんが、時にはこの SPDC の効果としてはかなり弱い。そして、これが、 ポーラリゼーションエンコーディング g で、それ変更、光の変更符号化にされているんですが、そしてこれが、この EPPS はもしかして他のノードの内部に使うこともあるんですが、独立のノードとしてを使っている場合もあるでしょう。そしてこれが MSM link の種類メモリー、Memory, Source, Memory の S のソースにな,るになります。なのでこれがソースが入っているでしょう、名前に。 そして次のノードの種類なんですが、これが Bell State Analyzer で、これが BSA と呼んで、こういうアイコンにはそれが BSA に見えるでしょう。そして左右か,か,からあの格子が入ってくるので、その線があるんですね。そしてこれが、量子もつれはとメモリーと格子の,のも,つもつれがあるでしょう。でそれが格子は流れて。 そして反対側にもメモリと格子があって格子が出てくるでしょう。でそれは真ん中に,には合わせて、そこでベルステイ t アナライザーを作ることにして、そしてそのベルステイ t アナライザーはエンタ a n g メント e をスプライスすることで、それをつながることになります。そしてこれがまあ干渉によってに,はに,はにはなりますが、そうすると格子が 同期することは重要になります。全く同じ時間には BSA に到着しなければなりませんので、タイミングとしては一番厳しいノードかもしれません。そして、それ、まああのハードウェアの構造としてはそれが、キュービットの不合化によるなんですが、一番簡単なことは、このアイコンに似てるなんですが、ビームスプリッターは1つがあって、ディテクターは2つあるんでしょう。 そして、それより複雑なこともある、場合もあるんですが、それも、あの、他のレッスンで説明したとおりには、これが、効率は、まあ最大、最、最たは、50%になるでしょう。そして、ディテクターは、その、検知、検知するものは、それの効率があるんですが、その効率は、エータと呼んで、 成功する確率は上限が2分の1のエーターの事情になります。そうすると、それが、まあ、見える通りにはそのエフィシエンシーが最大は1になりますので、成功する確率の最大は2分の1になります。そしてもう一つのノードの種類なんですが、これが RGSS、Repeater Graph State Source。これが日本のエンティティ、 東さんの開発、発明したアイディアなんですが、彼と共同研究者。で、見える通りにはこれが複雑なグラフに似てるんですが、左右に矢印があって、それが仕事になります。これがまずはそれが EPPS に似てるなんですが、それがエンタングラメント作って発射することが重要になりますが、 そうすると、これがメモリーがないリピーターのために作ってやるんでしょう。で、それはまあ適効にはされているものなんですか。そして、バイパルタイトのエンタングルメントだけじゃなくて、2つの格子だけじゃなくて、複数のキュービット、まあ、つまり、いっぱいの,の,のと格子を,をエンタングルして、半分は右に行って、半分は左に,には,にはと転送するでしょう。 そして、届くところには、それがメジュメントノードに届いて、そこには測定することなんですが、その、Structure その、RGS の構造としては、それが、まあ、コンフィギュレーションはできるなんですが、それが、だと適切なハードウェアとパラメーターについては、適切にはできるでしょう。そして、順番。腰の出てくる順番することはかなり重要なんですが、それが、まあ、 出てくるというよりには、受け取る側には、それがメジャーメントするときは、その順番も結構重要になります。で、それを作ることはかなり難しいことになります。そして、複数のイミッターを使うかもしれませんが、それがまあ定期的には格子を発射することになるでしょう。そして、これがまあ1キューベット、2キューベットのゲートも,も,もあの重要になりますし。 そして最後なんですが、これが ABSA、Advanced Bell State Analyzer で、まあ、アイコンとしてはこういうふうになってるんですが、これが BSA より先端のものになります。そしてこれが、さっきの説明した RGSS のために作ってあるものになりますが、仕事としてはそれが、まあ、普通の BSA も入っているんですね。それが一つの部分になってます。 そして、これが、X と Z の測定、両方が必要になって、そして、それが、一つの、えっと、シングルキューベットのメジャーメントとしては、それが、えっと、他のメジャーメントの結果次第になります。そして、それが重要なことにな,になりますが、それが、リアルタイムで,で、腰と腰の間には、どんなあの規定で、えっと、キューベット、腰を,を測定することは、 決めて変更するしなければなりません。なので、この ABSA 作ることは結構難しいかもしれません。そして、それが Basis Switching スス、その機体には変更することはかなり早くしなければならないし。そして、これも Configuration についてもそれが RGS と,と適切にすることには必要になるでしょう。そして、これがあの、 サポートノードのいくつかの種類を説明したんですが、もう一つの種類が、えっと、オプティカルスイッチ,にスイッチにのことなんですが、それが、えっと、次のステップに説明したいと思います。